あやめ。あやめは、東日本旅客鉄道、JR 東日本が、東京駅鹿島神宮駅、銚子駅間を総武本線、成田線、鹿島線経由で運行していた、特急列車である。2015年、平成27年3月13日に、定期運行を終了した。本校では、成田線、鹿島線で運行されていた。 優等列車の遠隔についても記述する。また、特に断りがない場合は、定期運行終了時のデータである。特急、あやめは、東京都千葉県北東部、茨城県時間用地域を結ぶ列車として、成田線成田駅松岸駅間の電化完成後の1975年3月10日から、東京駅鹿島神宮駅間で運行を開始し、L 特急に指定された。 当初は4を往復であったが、1982年11月に、急行、鹿島の一を往復を統合し後往復体制となった。1985年3月14日には、沢良駅鹿島神宮駅間を普通列車として運行されるようになり、さらに1993年7月2日にはに、往復が、1994年12月3日にはに、 往復が廃止されて一往復のみの運行となり、L 特急の指定が解除された。2004年10月16日に、成田線方面への定期特急列車の名称を統一するため、東京駅成田駅間で運行されていた、ホームタウン成田と東京駅沢良駅、調子駅間で運行されていた水号が、やめに変更されている。あやめ廃止時は、 東京駅鹿島神宮駅間と東京駅銚子駅間でそれぞれ一往復、上り列車は朝に、下り列車は夜間に設定されていた。なお、佐原駅鹿島神宮駅、銚子駅間は全列車が各駅に停車する普通列車として運行していた。あやめ3号は平日のみ、東京駅、桜駅間で、潮祭17号と並結して運行していた。全列車が 幕張車両センターに所属する e 2 5 7七5 0 0番台5両編成で運行されている。普通車自由席でグリーン車や座席指定席は連結されていない。なお、臨時列車では座席指定席が設定されることがある。なお、臨時列車や車両故障や計画的な車両変更により255系が使用される場合がある。運行開始当初は 183系、電車9両編成で、グリーン車も連結されていたが、1985年3月14日に、グリーン車の連結を中止し、普通車のみの6両編成となった。臨時列車は、末端区間で普通列車とならない、板子駅には停車。また、定期列車の通過する船橋駅、津田沼駅にも停車する。犬日の出号は新小岩駅、市川駅。 稲毛駅にも停車。水号はそれに加え、笹川駅にも停車。沢原号、神崎酒倉祭り号は、四水駅、2013年のみ、下草神崎駅にも停車。一方で勝川駅については、時期や列車により停車、通過が分かれている。定期列車の、あやめ終了以後、これらの臨時列車で、あやめの名称は使用されていない。千葉県、香取市、 水橋サハラあやめパーク及び、茨城県伊多子市、水京、伊多子あやめ園の、あやめ祭り開催に合わせ、毎年6月の土曜、休日に、最大に往復が運行される。東京駅、大船駅発着の列車には、E257 系500番台で、新宿駅、秋葉原駅経由始発、終着の列車には、主に、ニューナノアナ、485系改造車などの、 ジョイフルトレインで運行されていたが、2006年からは1 8 3系で運行された。2008年までは、あやめ祭り号の名称で運転されていたが、2009年からは、あやめとして運転している。2011年以降は、新宿駅発着の一往復のみで、通常のあやめ号同様、e 2 5 7系5 0 0番台で運転されている。 2015年3月の定期列車、あやめ廃止後は、再度、あやめ祭り号の名称で運行される。引き続き、E257K500 番台で運転されており、前面の表示については引き続き、ボソックスプレスあやめ表示もしくは、特急あやめ祭り表示の二通りである。新宿駅、秋葉原駅、錦糸町駅、船橋駅、津田沼駅、千葉駅、 桜駅、成田駅、沢原駅、伊子駅、鹿島、神宮駅。毎年1月1日、犬坊崎への初日の出客輸送列車、おいでよ、犬坊へ初日の出号、犬坊へ初日の出号が、高尾駅、長子駅間などで運行される。列車名や本数、運行区間等は年のごとに異なる。高尾初列車については、松本車両センターの E257 系で、バンダイが使用されている。 このほか、成田発調子行きの快速、調子発日の出号も運行される。いずれも、片道のみ。また、毎年12月31日には、成田山新商寺への初詣客輸送列車、成田山初詣号も運行されていたが、2011年度より運行されていない。過去には1月1日発の袋の運行もあったほか、 成田エクスプレス用の JR 東日本253軽電車を使用して運行されたこともある。毎年7月と10月に開催される、佐原の大祭に合わせて運行される。7月に運行される列車は、年によっては、成田祇園祭と同日になることもあるため、佐原の大祭及び、成田祇園祭で当列車を用した、パッケージツアーが企画されることがあった。一時期、 他の臨時列車と同様、あやめの名称で運行されたが、2011年より、沢良秋祭り号については、名前が復活した。一方で、夏祭り向けの臨時列車は2011年から2016年には、運行されていなったが、2017年より、沢良夏祭り号が復活する。こちらも現在は e 2 5 7系5 0 0番台で運転されている。 新宿駅、秋葉原駅、金糸町駅、船橋駅、津田沼駅、千葉駅、桜駅、成田駅、佐原駅。駅からハイキングの開催部や、あやめ祭りと佐原の開催以外での観光シーズンに運行。2013年は、同年に開業した、四水プレミアムアウトレットの買い物客向けに、四水駅に停車していた。毎年3月に、神崎町で行われる、 発行の里高崎酒蔵祭り、発行の里高崎酒蔵祭り開催日には、沢原号、高崎酒蔵祭り号として運行され、2014年からは、高崎酒蔵祭り号の名称で運行されており、2015年3月の定期列車、あやめ廃止後も運行が継続され、定期列車廃止からわずか2日後の2015年3月15日に、 神崎市収まり号が運行された。両国駅、錦市町駅、船橋駅、津田沼駅、千葉駅、桜駅、成田駅、下宇佐、神崎駅、佐原駅。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。